大学院メディアサイエンス専攻の藤川です。私の研究は他のカメラ視点に飛び込むカメラアプリの開発です。皆さんスマートフォンで写真を撮ることは多いと思うのですが、普通カメラというものは自分のいる地点でしか写真を撮ることができません。これではこの場合のように人混みや障害物がある場合に自分の望む位置から撮影することができなかったり、離れた位置の対象が小さくなったりします。そこで私はカメラの位置が悪いのであれば、いい位置にいる人のカメラを利用して撮影できるようになればいいと考えました。この研究ではスマートフォンのカメラで離れた位置に設置したカメラを捉えることで、そのカメラの映像を取得し自分のスマートフォンに表示することで、自分がその場に移動したかのような体験を与えることができます。これにより撮影者はよりいい位置のカメラを選択して撮影を行うことができます。またカメラを選択する際に画面を操作せずにカメラでかざすことにより接続を行うため、画面に触って操作するのではなく通常のカメラを起動したまま接続を行い、離れた位置のカメラを使用することができます。